マスター、少しお話大丈夫でしょうか。いえ、お話といっても物語ではないのですが、その少しばかり気恥ずかしくてです。よければこれをお受け取りください。勘違いしていただきたくはないのですが、これは賄賂ではありません。命乞いでもありません。これを渡すから戦場に出さないでくれとか、殺さないでほしいとか、そういう要求の代価としてではなく、純粋にこれまでの感謝の気持ちというか。いけませんね。物語ならいくらでも口が動くのに、自分の気持ちをただ伝えるだけのことがどうしてこんなにも恥ずかしがっている場合ではありませんね。言葉足らずのせいで嘘だと思われるのは嫌ですから、せめて顔はあらわにしておきましょう。あなたが私に物語以外のものをお求めかどうかは分かりません。必要なければそれは捨てていただいても大丈夫ですけれど、私がこう願っているということだけは覚えておいてほしいと思うのです。マスター、私を殺さない、良き王、私はこれからもあなたの物語のおそばにいられたい。